トモヤン、ウェアデイ。まずは選手の入場です。From Switzerland, Roger Federer. スイスの生きる伝説、ロジャー・フェテラー。今日もおなじみのユニクロのウェアで登場です。出てきたラケットはヘッドですが、そこは気にしないでおきましょう。ボールはウィルソンですね。さあ、続いては日本の星、ニッシンコリ K 選手の入場です。右肘の怪我も癒え、ファンの前に登場です。この大注目のチャリティーマッチですが、時間の関係上、テンポイントタイブレークで行われます。ヘッドテイルス。トスに勝ったフェテラーがサーブを選びました。写真撮影からウォーミングアップに入ります。実況は私友山、解説は現役時代は友山ブルドンベスト8松岡純三さんにてお送りします。お願いします。お願いします。さあ、ニッシンコリ選手ですが、肘の状態の方はどうでしょうか。松岡さん、ケイトは昨日も話しましたが非常にいいみたいですね。今シーズンからマイケルチャンさんに加えてミルニーさんもチームに入ったので変化にも注目しています。そうですね、本日のコートは早めのハードコートになっているのでよりその成果が生かされそうですよね。ホームでのニッシンコリが見られるのはかなり貴重ですので、その点も日本の皆さんは楽しみにしてるでしょう。僕も楽しみでしたよ。久しぶりに K のプレーを見れますからね。続いては相対するフェテラーです。こちらはいかがでしょう、松岡さん。フェテラー選手も膝の経過が非常に良くてベストなコンディションに見えますね。今年のウィンブルドンは中止となってしまいましたが、2021年のウィンブルドンでもう一度活躍する姿が見たいですね。東京オリンピックでの再来日も楽しみですよね。そうですね、フェテラー選手はお子さんも4人いることですし、少しでも長くプレーしてほしいですよね。熱戦に期待しましょう。フェテラーからのサーブで試合開始です。最初のポイントはフェテラーのスライスがサイドアウト、ニッシンコリ先行です。短い試合ですのでさらに先行していきたいですね、松岡さん。そうですね、相手はフェテラーなので K にも積極的に仕掛けていってほしいですね。2ポイント目もフェテラーのフォアがネット、ミニブレイクです。ラリーの応酬、フェテラーがスライスで前に出てくる。ニッシンコリのパッシングショット、決まった。出ました、ニッシンコリのスーパーショット。ジョコビッチみたいな開脚が出ましたね。ホームの観客を沸かせますニッシンコリ、3-0 リード。エキシビションでもあるのでアグレッシブなプレーを試せるいい機会だと思います。リードを生かして積極的に行こう。 K 丁寧につなぐ、フェテラーのフォアがアウト。Mr. Federer is challenging the call. ニッシンコリのセルフジャッジにフェテラーがチャレンジを要求しました。これはラインにわずかにかかってます。フェテラーのポイントとなりました。両者の対戦成績はフェテラーから8勝3敗、最後のニッシンコリの勝利は2018年 ATP ファイナルズラウンドロビンでの一戦でした。再現を期待したいですね。フォアがアウト。今日のフェテラーは少しフォアがオーバーしていますね。ボールが少し軽いのでしょうか。
前に出ない。熱いラリーが続く。振られたフォアがネット。 4-2 の日清コリのワンブレイクアップでチェンジコートです。今回のトモヤンのウェアデイですが、会場の装飾がかなり可愛いですね。人気イラストレーターの武井さんによるチェリコがいい味出してます。ヘテラリターンから積極的な攻めの姿勢が見えました。日清コリのミスを誘います。1ポイント差まで迫ってきたフェテラ。自分から攻めて主導権を取ってほしいですね。攻めろ K。 ここはフェテラーの強打がネット。再び日清コリのワンブレイクアップです。日清コリが前に来る。フェテラーのロブは天井に当たってしまいました。ここで再び2ブレイクアップの日清コリ。日清コリのショットがアウト。これに対してチャレンジですが、日清コリ is challenging the call on the left baseline. The ball was called out. これは大きくアウトです。日清コリはリードしていきたいですね。松岡さん、相手はヘテラ。イーブになるとプレッシャーがかかりますから、このポイント欲しいです。ヘテラーがスライスでつなぐ。フォアの強打、イーブンになりました。 K はここが踏ん張りどころですね。あの辛かった純増チャレンジでの日々を思い出せ K。テラーのフォアの強打がわずかにアウト。再び日清コリリードです。今度はスライスがアウト。日清コリが勝利に近づく。日清コリ王手をかけられるか。頑張れ K。マッチポイントです。最後は日清コリの強打、日清コリの勝利。フェテラー対日清コリのチャリティーマッチは10対6で日清コリの勝利となりました。ホームの大歓声に応えます日清コリ。東京オリンピックでも活躍に期待したいですね。トモヤンウェアデイ東京2020は10対6で日清コリの勝利となりました。日清コリには日清からカップヌードル1年分が贈られます。純蔵さん、ありがとうございました。ありがとうございました。